久々にモーニングセットを作れました。今日はね、目玉焼きオーバーイージーにした両面ね、入れております。ってことで、いただきます。おはようございます。今日は8月の25日水曜日でございます。今日はね、ちょっといきなりなんだけど、髪を切ろうと思いまして、ここね、数週間、1ヶ月ぐらいずっと髪切りたいなと思ってたのね。で、いろいろ見てて、画像とか、まあセルフで切るから、セルフのカットの切り方みたいなのとかもいろいろ見てて、そう、ちょっとやっちゃおうと思って、前回多分短く、ちょっとね、短くしようと思って、このぐらいにしてもいいかなと思って、ちょっと長さは決めてないんだけど、とりあえずこの辺で切ってみて、そう、短くしようと思って。私、人生でも短くすることってほとんどなくて、ずっとなんかこのぐらいの長さなんですよね。もう20代のうちはもうずっとこのぐらいの長さだった気がする。だから本当にね、最後に短く切ったの4年くらい前、多分ブログでね、出てたと思うんだけど、4年前ぐらいかな、にちょっと長めのボブにしたんですよ。ローブみたいな感じにして、でそれ以来ずっとなんか伸ばして、下ちょっと5センチぐらい切ったり切んなかったり、まあ、10センチ切ってもそんなに変わんないからさ、このぐらいでしょ、そう、変わんないから、なんかあんまり短くしたりしなかったんだけど、ちょっとイメチェンしたいし、短いのもたまにはいいかなと思って、まあ最悪後悔しても、このぐらいの長さになるまで、まあ、1年しないぐらいで伸びるかなと思うので、ちょっと切っていこうかなと思っております。前髪もちょっと切ってね、なんかボブにして、重ためのボブにしたいから、切りっぱなしみたいな、それで多分前髪ないとどうかな、ちょっと大人っぽすぎるかなとも思うので、まあ子供っぽくはしたくないんだけど、前髪もね、少し作ろうかなと思ってるので、ちょっと先にこっち切ってからね、考えようと思うので、そんなに難しくはないと思うんですけど、髪の毛切っていこうと思います。髪切って洗ってきました。ちょっとオイルつけただけで、もうセットはしてないから、ちょっとだけ外羽に乾かしたんだけど、オイルだけねつけて、ちょっと束感は出してみたんですけど、ちょっとでも量がまだ多いかな、もう少し短く切ってもいいかなって気もしてるから、まあちょっとこれで様子見てみて、切りたかったらね、もうちょっと切ろうかなと思って、あと前髪ももうちょっと量を出して、重めのパッツンとかにするか、分けてこんな感じにするか決めてないので、ただでもまあだいぶイメージは変わったんじゃないかな、なんかちょっと幼くなったかなと思うんだけど、私でもショートあんまり、ショートというか、まあミディアムのショートあんまり似合わないから、まあ長い方が自分では似合うかなと思うんだけど、まあね、傷んでたところすごい切りたかったので、もう下が絡まっちゃってしょうがなかったから、傷んでるところ切れたのでよかったかなと思います。あと一応縛れるからね、暑かったら縛っておけるので、あと内巻きにしたり外巻きにしたりで雰囲気も変わるし、前髪も出したり出せなかったりでちょっと雰囲気変わると思うので、もしかしたらもうちょい切るかもしんないし、もしかしたらもっとすくかもしんないし、このままかもしれないんですけど、久しぶりのショート、4年ぶり。前回でもこんなに短くなかったと思うので、多分ね、もう十何年ぶりとか20年ぶりとかかもしんないんだけど、はい、ちょっとね、楽しもうと思います。この前結婚式でいただいたお花、さすがにもう10日以上経ってるから、1週間以上経ってるから枯れちゃいました。あとね、お水をね全然入れてなかったし、まあ、スポンジだったしね、めちゃめちゃなんかドライフラワーみたいになってるけど、まあでももう終わりかなって感じですね。テレビの前のやつももうだいぶカラッカラになってきたので、
残念だけどバイバイですね。はい、ということで真っ暗で全然何も見えないと思いますが、今日もね公園に行ってきます。今日も電気ついてますね。今日は水曜日、練習してるのかな、女子サッカーかなと、あっちはちょっと分かんないけど、もう終わりっぽいので遊びます。明かりがついてると雰囲気違いますね。早くな、気温が下がってくれたら夕ご飯持ってピクニックでも来たいんだけど、まあ、今のは別に全然大丈夫なんだけどね、あんまり長い時間いるともしくは暑いだろうしっていうね。あっちの野球場の方も電気ついてますね。はい、帰ってきました。今日の夕飯はラップにしますのでしますので、サラダはバーベキューサラダですね。あとチキンナゲットを今オーブンで焼いてるので、トルティーヤにこれ挟んで巻いてね食べようと思います。はい、ということでもうそろそろね寝ようかなと思うんですけど、今日は髪の毛を切りまして、4年ぶりのボブでございます。なんだけどちょっとね後ろが若干長かったかな。こうやって見ると大丈夫かなと思うんだけど、多分ね前の方が少しね短くて後ろがちょっと 長いっていうのかな、多分長いんだよね。だからなんかこういう感じになっちゃってるから、こうなんていうの、後ろ下がりみたいになっちゃってるから、ちょっとそこを直そうかなと思って、ここにねなんか溜まって見える感じが嫌なので、ここもうちょっと後ろのところね、もうちょっとこう短くして、前下がりな感じにしようかなと思ってるね。そっちの方が多分ね後ろが丸みが出て綺麗なんだよね。こんな感じですっきりした方が綺麗に見えるかなと思う。今なんかこの分かる、この襟足の部分のタポっていうのが気になるので、そこはまあ直そうかなと思います。前髪もまだ決めてないので、次ビログ撮る時にまた変わってるかもしれないんですけど、髪色もねこの間染めたばっかだから、まあどうしようかなと思ってるけど、短くしたし明るくするのもありかなと思ってるので、ちょっとね久々に短くしたからアレンジしたりねしてちょっと遊ぼうかなと思って、なあまだでも本当見慣れない、今までやっぱロングだったから結構ロングだったかな、長さ的にも。でずっとそのね髪型だったので全然見慣れないんですけど、うん、アレンジしつつね楽しもうと思います。はい、ということでもう夜遅くなりましたので、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。また次回のビログでお会いしましょう。バイバーイ。